こんにちは、マチェロです。ティアックの UD505、私も今メインで使っているヘッドホンアンプなんですけれども、今年 UD505X っていうのが発売されて、もうこれ型打ちかなーなんて思って、たまたま UD505 のホームページを見ていたら、アップデートが来てました。日付が2021年11月24日なので、これが最新版ですね。で、今回のアップデートの内容は、ファームウェアのバージョン 1.30 というやつで、4種類の音質を選択できるように新たにメニューを追加しました。ヘッドホン、ラインアウトの出力選択設定記憶するようにしました。その他動作の安定性を向上させましたということなんですが、これ実際やってみたので、皆さんもこの動画で大まかなアップデートの流れをつかんで、後でやってみてください。で、最後にですね、新たにメニューに加わった4種類の音質っていうのはどんな感じなのかっていう、個人的な感想も付け加えておきます。まずアップデートの全体的な、大まかな流れなんですが、ファームウェアファイルバージョン 1.30 をダウンロード解凍する、解凍したフォルダーの中にあるドライバーファイルをインストールする、 UD505 の電源を入れてアップデートの準備をする、パソコンと UD505 を USB ケーブルで接続する、解凍したフォルダーにあるアップデートファイルをインストールする、一旦 UD505 の電源を落としてもう一度電源を入れ直して再起動する。こんな感じで、UD505 の電源を入れる前に1回、入れた後に1回ファイルをインストールするっていう、合計2回ですね、2回のインストールがあります。それとパソコンと UD505 をつなぐときに、 UD505 側は、マイクロ USB タイプ B なので、あらかじめ該当ケーブルを用意しておいてください。ではまずファイルをダウンロードするんですが、 TIAC505 のページに飛びます。このページのリンクは概要欄に貼っておくので、そこから飛んでみてください。で、このページをスクロールしていくと、ファームウェア本体っていうのがあって、その一番上に、システムファームウェアバージョン 1.30 っていうのがあるんで、これをクリックしてください。そうすると自動的にダウンロードが始まります。ダウンロードしたこのファイルを解凍すると、システムっていうフォルダーが現れるので、このシステムのフォルダを開くと、こんな感じでずらっとファイルが出てきます。で、その中にある WinDFU ドライバーっていうのをダブルクリックしてインストールを開始します。で、これをダブルクリックすると、ディフェンダーでブロックされる場合は、詳細情報っていうところをクリックすると、実行っていうボタンが出てくるので、この実行をクリックしてください。するとこんな感じで、黒の背景に白地の、なんかポップアップが出てくるんですが、ここはね、なんかのキーを押してくださいって書いてありますけど、エンターキーを押してください。そうするとインストーラーが立ち上がるので、あとは次へ次へ完了という感じで押していってください。で、今度は UD505 本体の方に行きます。本体のインプットを押しながら電源を入れてください。そうするとディスプレイに FW アップデート Are you sure? と表示されます。これが出たら、すぐに再度インプットを押してください。すると今度はアップデート FW Don't Power Off と表示されます。今度は UD505 の背面を見ていただいて、ここにマイクロ USB の Type B の端子があるんで、こことパソコンをつないでください。で、つなぎ終わったら、先ほどのシステムホルダーの中にある NTU505 アップデータ V130 をダブルクリックしてください。そうするとさっき見たくインストーラーが立ち上がらなくて、 TIAC NT505 UD505 ファームウェアアップデータっていうのが立ち上がるんで、これを OK。 その次にアップデーティングっていうのが出るので、これも OK。 で、最後に TIAC NT505 UD505 ファームウェアアップデータっていうのが出るので、これも OK をクリックします。で、 UD505 のディスプレイの方にアップデートコンプリーテッドが表示されたら、 USB ケーブルを外して、で、一旦 UD505 の電源をオフにして、再度オンにしてください。これでアップデートの手順は終了です。では、気になる今回追加された4種類の音質についてなんですけど、 TIAC のリリースノートによると、こんな記載がありました。サウンド1がデフォルトでライブ感のある音、サウンド2は豊かな響き、サウンド3は立ち上がりの鋭い音、サウンド4は落ち着いたニュートラルな音調。こんな感じなんですが、で、 UD505 のメニューボタンを押していただくと、このサウンドセレクトができるようになってます。さて、このサウンドの違いなんですが、このサウンド1っていうのはね、今まで私たちが聞いてきたデフォルトの音なので、これと2、3、4はどう違うのかっていう観点でじっくり聞いてみました。
でどうだったのかというと、正直なところ音質の違いはかなり微妙でした。あの UD505 はフィルターの切り替えっていうのがありますよね。それよりも分かりづらくて、どちらかというとバルクペットの1から4の違いを探るみたいな、そんなイメージですかね。まあ一応ブラシーボ承知で、感じた違いをお話ししますと、サウンド2は1よりも音場が広がって余韻が芳醇、サウンド3は1よりも若干余韻が抑えられて、音の輪郭がくっきりする、サウンド4は1よりも音の輪郭が丸くなって柔らかい感じになる。まあ違いが分かりづらいながらも、この中で一番分かりやすかったのはサウンド2でした。音場がですね、特に上方向に広がって、あと奥行きも増すので、立体感を強く感じます。余韻が芳醇っていうのは、あのリバーブのようなエフェクトをかけて余韻を増しているっていうんじゃなくて、そもそも音源に入っている余韻の部分を持ち上げて、なんか聞こえやすくしているっていう、まあそんなイメージです。なのでバラードとかメローな楽曲を聴くときは、デフォルトのサウンド1よりも気持ちよく聴けるんじゃないのかなと思います。はい、ということで TIAC UD505 のアップデートの仕方と、新たにメニューに加わった4つの音質の違いという話でした。まあこのサウンドの切り替えっていうのはね、あんまりしないかもしれないですけど、あのアップデート自体はすぐ完了するし、今後の機器の安定性安心感という意味でも、ぜひやられてはいかがでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。